皆さん、こんにちは。モレノです。本日は、フラッシュバックムーバブについてレビューしていきます。あの、まあ、びっくりしましたね。正直、あのまた右サイドバックが来るのかという感じでしたが、まあ、今日ちょっとね、レビューしていこうかなと思っています。で、まずなぜムーバブをレビューしようかと思った理由としては、まあ、僕自身も、ムキエレはトレフカで持ってて、タブソバももうトレフカでいて、 まあ,あとね、本当にディフェンスラインに関しては1枚しか空いてないんですよ。まあ、ここのね、ポジションに。まあ、先週だったらアラバを入れてたんですが、まあ、そこのね、あの、まあ、アラバに、まあ、アラバ100万コインじゃないですか。ただ、やっぱり100万って高いじゃないですか、センターバックとして。まあ,あ、正直多分僕ぐらいのチームであれば、あのもう少し前線にお金をかけたいと思うんですよね、普通であれば。なので、ちょっとまあ、今回、まあ、ムワブでいけるんじゃないか、そのアラバの、 穴を埋められるんじゃないかなと思って、まあ今回ムーバブを作りました。あともう一つのようなのはねノイヤーが被った96ノイヤー被ったんで、まあ比較的に安価で作ることができたんでムーバブを作ってみましたという感じですでムーバブ184センチのハイミディアムワークレートのミヒノ選手です。でえっとまあ、彼のね最大の特徴 と言ってははなんですが、まあ、やはりこの選手もう,見た目ですよ、ね、もう見た目がこの、まあ、ダイナミックイメージもそうなんですけどドレッドヘアこの金髪の長い長髪のドレッドヘアこれがね本当にね試合中で目立つんですよであんまり関係ないじゃんと思いがちですがやっぱりねフリットとだったりあの試合のまああと誰だろう まあフリットが主かな。まあ、フリットとか、あとはまあロナルジーニョの94とかのポニーテールもすごく目立つんですけど、やっぱり試合中目立つ選手は強いです。一目でその選手だって分かる選手はまあ存在感が違いますね。で、ムバムに関しては、頭とかもそうですね。頭とか。あの ムバブに関してはね、それの一人ですね。まあ本当にムーバブだから強いというのが理由付けられる選手の一人です。で、フォースター、スキルムーブにスリースターウィークフットです。で、えっとまあ、今回センターバックとしてしか見ていかないです。まあ理由としてはね、もうここまで数値を持った選手なので、まあサイドバックとして使った強いに決まってるんですよ。なので実際にセンターバックとして起用していきます。あと1試合、えっと、ケミン7でも使っています。どのぐらい差が出るのかっていうのを見ていきたくて。 でえっとまあ、今回センチネナルをつけています、まあ、理由としてはもうペースブースは確実にいらないと思うので、あのまあ、センチュナルだったり、まあ、あとバックボーンでもいいのかなとは思ったんですが、まあ、フィジカルを最大限上げられる積極性だったり、あとはまあセンチネナルつけることによってインターセプトが94、守備意識が99、タックルが96までいくので、本当にセンターバックとしても、まあ、トップティアの入ってくる選手かなと思っております。 で、今回使ったチームこちらですね。センターバックにタップソバ、えー、とムーバブを置いて、ムキエレが右になりますね。で、まあ、あのムキエレとの比較もね、あの後ほどお伝えできればなというふうに思っております。ただね、二人ともね、ケミナナでどちらかを置けば、ね、共存は可能な選手になりますね。 で今回使っているフォームション41212の右センターバックですね。サイドバックとしては全く起用していないです。今回、あの本当にセンターバックとしてどのぐらいできるのかっていうのだけ見ていければというふうに考えてます。という感じで始めていきます。ではまずドリブルから見ていきます。まあ、正確には守備からですね。ここ相手イロナウドですが。 ムバブこちらの選手ですね、素晴らしいディフェンスからのドリブルです。ドリブルに関しては、まあ、決して、ね、めちゃくちゃドリブルがいいっていう感じではないんですけど、やはり、まあ、サイドバックの大柄な選手のドリブルだなっていう感覚でしたね。もともとサイドバックの選手なこともあって、センターバックの選手と比べるとあのめちゃくちゃいいです。で、えっとまあ、この選手ね、やはりねやっぱりスピードっていうのが最大の特徴かなと思いました。まずスピードでで負けることはなかったですし あとはこのもうムバブっていう存在感ですよね、この金髪のドレッドヘア、あの本当にビッチにいて目立ちますで。それがやっぱりいい風に作用して、あのちゃんとね、旅行にタプソバもいるんですがあの、彼らのね、住み分けっていうのは、誰がどっちかっていうのがパッと見わかるのが僕自身すごく良かったですね。あの僕の理想としては、やはり、まあ、これちょっと変な意味とかじゃなくて、黒人と白人の選手を一人ずつ置きたいんですよ。その あのパッと見でどっちがどっちか分かるセンターバックがいるとやっぱり使いやすいので,でムバブとタプソバって特徴が絶対的に違うと思いますし、まあ、そこがねやっぱり彼自身の見た目っていうのが良かったですねで、えっとまあ、守備に関してはもう完璧だったと思いますねまず、まあ、今回ありがたいことに相手が本当にロナウドだったりエンバペイみたいな化け物ばっかのチームと当たることができて、まあ、そういった中で本当に彼はムバブは もうボタンを押さなくても取れるんですよね、ボールが。本当に体を当てられるだけで取れる選手で、えーとまあ、フィジカル負けすることはまずなかったですね、こういうシーンとかですね。それがね、守備的には本当に安定感ありました。で、なおかつ、まあ、スキル4あるので、その後のビルドアップっていうものもできるので、本当に一流のセンターバックだなと、まあ、センターバックとして見ていってるんですが、よかったですねこことかもね。 まあ今作だなっていう感じの,あのディフェンスでしたが、あのグリッチですね。で、えっと、まあ、最初の2試合はケミストリー10で使ってたんですけど、後半、後半の1試合はケミストリー7で使いました、センチュルですね。で、えっと、まあ、その時の感想をお伝えすると、正直僕はケミストに違いはあんまり分からなかったです。まあ、もちろんね、何十試合も出てくる、使っていけば、まあ、何十試合も使って比較すれば分かるかもしれないんですけど、ちなみにこれね、PK でした。<laughs> これはちょっと完全にボールいってたんですけどね。 まそこで、ね、その後イエローをもらいながらもやっぱりムバブの存在感っていうのは本当に出てましたねでねうんケビナダでも全然変わらなかったですねケビナダでも全然使えると思いますここは相手に取られてやっぱこういうシーンあのハービー・バーンズ相手でもちゃんとボールロールをしてから、まあ、しっかりかわせる技術を持っている選手だなと思いましたねでここら辺も最後の方になりますが、まあ、中央にムバブがいてあとはやっぱりもうねこういう風に ヘディングっていうことも競り負けることはなかったですね。本当にね、もう完璧なディフェンダーでしたね。うん。割と使ってて本当に不満はなかったですね。まあ、ここのカバーリングも素晴らしいですね。という感じで終えていきます。では最後、ムバブまとめていきます。現在の値段が36万コインですね。まあ、正直ね、SBC を最初見たとき高いかなと少し思ったんですが、まあ、この値段、まあ、 そこまでね、めちゃくちゃ安いとは思わないんですよ。たくさんラザロだったり、いろんなオプションが出てるじゃないですか。えっ、ー、と、無き合いが25万だったり。まあ、これ、後ほどね、比較っていうのもお話ししますが、多分この価格を出して損することは、損っていうか、後悔することは絶対にない選手かなと思いました。なんと言っても、まあ、いくら能力者が強くても、まあ、選手っていうのは、やっぱりこういうのボディタイプでって、こういうの、あの、 まあ髪型みたいなのがあるんですよ。で、ムバブの場合は、この金髪のドレッドヘアってだけでもう最強なんですよ。本当にフリットがあんだけ強い理由って、な,なぜが、なぜフリットがあんだけ強いかっていうと、 もちろん能力値も強いんですけど、やっぱりそのフリットという存在感がある選手なんですよね。で、えっと、ムバブに関しては、それと同じことが言えます。まあ、あの攻撃的選手ではあまり存在感って重要視しないかもしれないんですけど、やっぱりディフェンダーって目立ってなんぼだと思うんですよ、僕は。で、その中で、まあ、ムバブのこの金髪っていうのは、本当にもう他の選手がいくら能力値が強くなっても追いつけないものがあるんですよ。で、やっぱりこのワトゥフのカードに比べても,も、この このくらいの能力上がっていると、かよずつに違いっていうのは分かります。で、えっ、ー、と、それこそセンチナルをつけた時のムバブは、本当に、まあセンターバックとして、僕、今週、アラバ100万クラスのセンターバック使ってたんですけど、彼とかあんまり変わんないですね。まあ、強いて本当に言うなら、僕は左センターバックに左利きを置きたいっていうぐらいで、あの、アラバと引けを取らないですね。むしろやっぱりこの、 ムアブ自身のアクセレ,レーション、加速ですね、まあ、加速がある分、センターバックの選手と比べて、あのカーソルを動かした時の一歩目の速さだったり、まあ、タックルに行くまでの時間っていうのが本当に短いので、でなおかつフィジカル的にもセンターバックの選手と引けを取らないものを持っているので、本当に使いやすいカード、使いやすいというか、あのうん、トップメーターに入ってくるカードなんじゃないかなと思いますね、センターバックとしては。 という感じでしたね。あの、まあ、作って後悔することはないと思います。36万コインですね。で、えっ、ー、と、まあ、ケミスンに関してはね、センチネルでいいと思います。あとは、えっ、ー、と、一応サイドバックでそのまま使う場合バックボーンでもいいと思います。サイドバックとしてそのまま使う場合でも間違いなくあの超一流ですね。これほどまでに守備的に安定感があって、なおかつ攻撃もこの選手はもちろんできるので、スキル4あったり、まあ、逆出しっていうのはサイドバックなので、絶対的にいらないと思いますので、 まあこのバックボーン、本当にね、ここのね、スピードブーストをしなくていいっていうのが非常に大きいのかなと思いますね。まあ、作って後悔することはないと思います。ただ、えっ、ー、と、まあ、他の選手との比較ですね。ここが多分皆さん方一番気になるポイントだと思います。正直、ブンデスリーが、えっ、ー、と、この値段をサイドバックに出して、出せる方であれば、 まあ僕ぐらいのチームであれば作る価値はあると思います。ただ、えー、と無理に作る必要性はないのかなと思います。ムキエレと比較してどっちが強いかって言われると、もうね、あの2人でもそこま,まで変わらないですね。2人でも超一流のセンターバックであることに変わらないですし、まあ、向き入れの方がよりセンターバックらしいかな。センターバックのボディタイプを持っているのはムキエレだと思います。やはりこの187センチでハイアベリージのボディタイプ。で、えー、とまあ、ムバブに関してはやっぱりサイドバックだなと思うシーンは、 まあなんだろう、ドリブルタイプとかは感じますね。で、えっと、まあ、正直ね、僕の意見では、36万の SBC 作るのと、27万の選手を買うのって、僕は36万の SBC を作る方が安上がりだと思うんですよ。あの、僕自身、今はそれこそピックも出てますし、81プラスピック。まあ、あれ、なんだかんだ言ってね、素材圧はすごくね、はかどるんで、で、今、素材がすごい高いじゃないですか。高い中の36万なんで、素材がいる方であれば、結構パパッと作れちゃいます。 でえー、とまあ僕の場合、ノイヤーが重複してたので、まあ、1枚入れることによってね、もう本当にも、もう本当に円でしたね。でえー、とまあそう考えるとゼロ円で作れる方にとっては作ってもいいカードだとは思います。まあ無期エレ、ね、無気揺れに30万出,し出す価値はありますけどね、この無気揺れも安いと思います。で、和、えー、というふうに関しても確実にあの強くなったなっていうのは分かりましてこの15万コインっていう差は出せる方であれば絶対出しておきたい。 選手かなと思いますナイドバックとしては間違いなくエンドゲームカードだなと思いますねもうね印象としてはクライベルの強化版ぐらいですかね で、えっと、ただ、まあ、36万、実際に100万スカだったら200万スカットの方にとって三36万で結構大きいと思うんですよ。で、やっぱりサイドバック、センターバックとして起用する分には作る価値はあると思うんですけど、サイドバックとしてそのまま使う分には、ちょっと高いなと思う方であれば、まあ、ラザロだったり、バクといった選手をオプションに入れるのがいいと思います。まあ、あの、彼ら2人はね、ちょっとね、身長だったり、まあ、ラザロに関してはボディタイプもそうですし、ファイスタースキル的に、 どちらかというとセンターバックの選手ではないと思います。センターバックで使うのであれば向入れ、ムキエレ、ムおすすめですが、サイドバックであれば、ラザロ、バックは僕はね、十分だと思いますね。まあ、そこら辺はね、自分のチームに合わせて入れていくのがいいと思います。ブンドスリーが非常にね、オプションも豊富なので。で、まあ、ラースベンダー、でもね、ラースベンダーのね、右サイドバックのカードをセンターバックとして起用しているのであれば、僕が買える価値ありますね。それぐらいの価値あります。で、えっ、ー、と、まあ、なんと言ってもね、 ムバがは184センチ以上に大きく見えますね。タプソバとあの重なっあの、比べてもそこまで大きさに見劣りはないです。ただ、やっぱりセンターバックスとしての理不尽さをより感じるのはおそらくタプソバだなと思いますね。タプソバのカードはもうちょっと異次元、ムバムのカードも,もう十分その異次元の、あの、右サイドバックスとしての異次元の 入り口に入ってますが、やっぱりタップソーバーはセン純粋なセンターバックとしてのあの強さなので、あの本当にフィジカル的な理不尽さっていうのを兼ね備えてる選手なので、まあ、それに比べるとムバブはちょっとね、うん、まだその、なんだろう、十分ボールは刈り取れるんですけど、タップソーバーってその次のステップ行くんですよ。なんか、もう相手をぶっ倒す勢いで。 ディフェンスししてくるんででですよそこまではなないいかなという感じでした,、ね、ただまあタップソバにないドリブルだったりあの軽さやっぱりそのあ加速っていうものがあるのでまあ僕はねこの選手をねセンターバックとして置く価値はあり得ると思いますまあただあくまでもブンですとファーストチョイス誰ですかって言われて僕はタップソバかなタップソバにムバブムキエレを置けるのがベストだと思いますねまああらばを変えないのであればでちょっとラクロワに関してはまだ実際使えてないのであれなんですけどまあこの2人でね この二人で強い可能性、そこまでないと思うんですよ。まあ、トレフカでいるなら別だし、トレフカでいるなら別に作んなくてもいいと思うんですけど、トレカでわざわざ作るほどではないと思うので、まあ、素材が余っている方であれば、まあ、作ってもね、このカードは後悔しないと思いますね。あの、ちょっとね、どうかなって感じはしますけど、こんだけミキサイドバックのオプションがいる中、っていう感じで終えていきます。 で、えっ、ー、と、ま、この後ちょっと悩んでます。正直誰をレビューしようか悩んでますが、明日の赤金次第で。で、えっ、ー、と、皆さんに一個お知らせしたいのが、明日赤金開封本当はする予定だったんですけど、がっつり予定を入れてたことを忘れまして、あの、そう、あの配信はしないです。ので、えっ、ー、と、まあ、基本的に配信はしない予定でいますので、まあ、ちょっとダイビーボードの方い,いらっしゃったら、ちょっと申し訳ないですけど、明日は配信なしです。 という感じで終えていきます。で、赤銀で当てた選手をひあのやっていくか、あ、ちょっとベリンガムについて話そうかな。ベリンガムと、えっ、ー、と、ザガトゥーデマリクレイについて話そうかなと思います。今パワッとちょっとは、いや、いいや、この後ちょっとブンデスリーカー総まとめの動画で話します。そうしましょう。 なンデスリーガン動画上げます。SBC の動画も上げます。ちょっとやりたいこといっぱいありすぎるんですけど、ちょっと今日動画多めに作っていきたいと思ってますので、ぜひそちらも見てみてくださいという感じで終えていきます。今日も見ていただきありがとうございます。もしね、質問、コメントなどありましたらいつでもお待ちしております。ではまた。